ります。はい、一回戻ってチェックインします。はい。二日目は部屋が変わります。はい。どんな部屋なんだろう。どんな部屋なんだ。ねえ、どんな部屋なんだろう。ママ知ってんじゃない。兄ちゃんバイバイしてる。バイバイ。ああ疲れた。一回ホテルに戻ろう。戻ってちょっと休憩しよう。うん、なんか見てみようか。今の時間。今の時間。見た方が。じゃあ行こう。はい。ディズニーシーでもあのいた。BMX。BMX の戦闘型を相棒にするそうです。はい、だけど雨が降ってるからとりあえず部屋。ホテルだけで、うん、じゃあ帰りましょうか。他は大丈夫でしょ。ない。ママママ、はい、ありがとうございます。 BMX 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 ほんとだね。野獣乗った、あれ、美女と野獣乗ったばっかだから野獣買いたいけど、持ってんじゃん。そうだね、美女と野獣は持ってるもん。ベルとかあればね。お待たせしました。シーシーが受けてる。シーシーのじゃないんだよ、それ。シーシーのもあるけどね。シーシーの入ってるよ。うん、多少なりとも弱まってくれたら最高。くれたらいいね。ねえ。雨強くなってんじゃん今。ね。めっちゃ雨強いわ。めっちゃ。最後のお化けです。分かって。ほらお姉ちゃんにスタンプ押してもらって。めっちゃいいかな。やっと。なんかさ、ディズニーはさ。ふるさとみたいな感じがするんだよ。え？だって俺ん家が実家、俺ん家があるんだからさ、それはふるさとみたいに感じるわ。だろ？パパのダチとかいっぱいいるからさ。でしょ？虫かよ。なんかイエス。ていうかさ、パパん家多すぎるでしょ。いっぱいあるよ、パパん家。パパん家いっぱいあるから。パパ。よろしく。よろしく。はい、クイちゃん、パサ、ママお買い物したからもう行くよ。ママもう行くよ、部屋。なんかお菓子、あとなんかハロウィンのミッキーの
スタに。やべえ、美女と野獣の歌が全然頭に入って頭から離れないでしょ。離れない。はい、ランドホテルのコンビニでお買い物しました。ホテルミラコスタのお部屋に戻って休憩です。想像以上に雨がきついぞ。ね、マジきついね、雨が。ベビーカーから降りたくてダダこねてます。ダダ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 ダ
忘れ物ない？大丈夫？今こけてたでしょ。ふぃー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 痛い。よし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 、こけるとこけることぐらい誰だってあるさね。ふぃー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 ふぃこけることぐらい誰だってあるさね。あるさよ。絶対煽ってるだろ。あるよ。ある。絶対煽ってる。あるよ。ある。分かった分かった。ごめんなさい。ごめんなさい。よしよし。ファビーたんはイーシャンが大好きだからさ。よしよし。俺だけさ、なんかピッピッてなんだよ。ピュッて言うよ。うん、俺だけちびっこの、ちびっこだけ言うんだって。ちびっこの証だよ、あれは。ピュッピュッて。とりあえずさ、エレベーター来る前にさ、なんか英語言ってたよね。なんか湯のせっつってなんか言ってた。パパが、パパが、うん、ホテルのエレベーターで、うん、なんか英語言ってた。あ、昔でしょ？昔。うん。お、ダッシュ。ああ。お兄ちゃんこけて泣いちゃいました。よしよし。気をつけなよ。滑ったの？あ、そう、雨降ってるからさ、滑りやすいんだよ。いいじゃん。あんまり濡れてなかったな。あんま濡れてなかったところで焦げたったの？そうかそうか。かわいいな、いい、かわいいな兄貴。よしよし。まだまだ誕生日が来ても11歳だもんな。よしよし。ちびっこ万歳。そうやってね、甘えてくれるうちがパパもママも嬉しいわ。あ、いいよ。よしよし。あ、痛い。痛いよな、そりゃ。こけそうになったね。滑るのは分かった。だけどこれうんね、つるって言ったね今ね。でパパもこけそうになったけど、パパはこけなかったでしょ。なんでか分かる？運動神経。え？ちぎえよ、俺スーパーサイジンだからだ。マジ？大丈夫？今美女と野獣乗ってきました。はい、ミラコスタに到着しました。
大丈夫いいじゃん。うん、大丈夫。本当に？うん。あ、まあ無理すんなよ。うん。あれだったら夜の難度は諦めて、いやだ、ゆっくり休憩して明日のディズニーシーに集中したら、うん、行くの？夜のランド、うん、何乗りたいの？ベイマックスできればもう行ける。え？ベイマックスできればもう行ける。ベイマックスね、あれなんだっけ、もう抽選当たったって言ってたママ。当たったのかな、もう一回乗れるのかな、乗れるって言ってた。多分ママに、うん、てか、イーシャン、足が心配だからさ。大丈夫、足。あんま無理すると明日が行けなくなるかもよ。夜のランドは諦めたら行くの？大丈夫。ディズニーは神だから。え？ディズニーは神だから。頑張るんだ。そっか。かわいそうに。結構な勢いでこけてたもんな。だってさ、パパまで転んでたから。いや、あれは滑るね。パパも滑ったもん。あれは危ないね。あれはちょっとダメだ。うん、だけどパパはもう、パパのレベルになるとこけないって分かったでしょ。こけなかったでしょ、滑っても。見たでしょ、あの滑ってもこけない運動神経の良さ。ねえ、ねえ、ねえ。そんなドヤ顔で言われて。足大丈夫？本当に大丈夫。一応ね、あの帰って、あのホテル戻って部屋戻って、うん、見よっか、ね、夜のランドでベイマックス乗れるのって。ああ、乗れる乗れる乗れるって。19時から19時20分の間に入んないといけない。じゃあ行こう、早く。お土産屋さんのとこだって。4125。最高なんだけどね。見えるところですよ。ねえ、ゆりくん。うん。嬉しいですか。嬉しい。じゃあ写真いきますか、そのままそこで。はい、いきますよ皆さん。はい、行くよ。あなたを浮かべて、これからのこと、僕らの。休憩しましょう。はい、
で、ご飯食べよう。あ、ちゃんと俺のベッドまで用意されてる。いいよ、パパがこっちで。いやだ、僕こっちがいい。あ、そう。自分のスペースって感じがするからいいんじゃない。そうそう。なるほどね。